はい、はい、俺を積んでくれ。かしこまりました。おい、はい、感じ。おい、何じゃこれ。はい、梶原です。はい、組本部からです。おう、え、昼の定例会で会ったばっかりだよ。そうか、分かった。たま取りやがった、親分の。え、和合会だ。はい、ありがとうございます。頼むぞ。はい、ちょっと、東京行ったよ。え、俺は途中下車だよ。あ、え、おい、はい、来る。ほら、逃げろ。じゃんけんしようか。組長、一人で行っちゃいました。おら、おら、おら、よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠堂に邁進しますので、よろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。兄さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎、閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、作りはやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分、見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる。お前、探すぎっちゅうもって。どうするじゃん。でも、おでんそれ見込んどんじゃ。ゴミ、アクタで結構。でもね、欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち。これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ、市会議員になると思うんです。で、助席だ。指ないのにね。